サージングを起こしたスマイナス57サージングとは、ジェットエンジンなどの圧縮機を有する機器が、圧縮機の失速、後段の圧縮空気が前段に逆流する等によって正常に機能しなくなる、現象である。圧縮機失速を誘発することがある。閉じた部屋の中に空気を圧縮して詰め込むことを考える。もしこの部屋のドアを開けたら、空気はドアから外に出ようとする。 軸流式圧縮機では、動浴と静浴を交互に空気が通過することによって圧力を上げていくので、圧縮された空気は動浴感や静浴感といったいわば、ドアが開いた部屋に閉じ込められていると言える。圧縮された空気が隙間から漏れるのを防ぐためには、隙間が開いている時間を極力短くしなければならない。低回転時はドアが長く開いていることになり、 最も圧力が高くなる、最後段から前段に向かって逆流するように空気が部屋の外に出ていく。これがサージングと呼ばれる圧縮機内の空気の逆流現象であり、エンジンスタート時などの低回転時に起こりやすい。離陸時にも待機速度とエンジン回転数のバランスが崩れる等の理由により発生する。また上空では音速付近で発生しやすい。 軸流式圧縮機において比較的発生しやすく、延伸式圧縮機では、比較的発生しにくいが、皆無ではない。発生すると燃焼室への空気供給が滞るため、出力が急激に低下する。また、サージング特有の合音があるので、乗客も気づきやすい。対策としては、軸流式のバイステーターの角度を可変式にする、圧縮機駆動軸を多軸化する。 中期を行うといった方法がある。可変式ステーターは単軸式圧縮機が多かった時代にはよく見られたが、現在では多軸化等で設計が改良され、限界内で制御するファデックの採用で減りつつある。一方で、多軸式圧縮機はエンジンの要求性能や技術面での向上等から、現在に至るまで主流となっている。中期は単軸時代から存在する方法で、 圧縮機の途中に空気が出入り可能な構造を用意。四国から圧縮機内部の様子に応じて吸気もしくは排気することで気流を安定させ失速を防ぐ。多軸と短軸のどちらにも対応可能な方法で現在でもこの仕組みを搭載したエンジンがある。サザン航空二百四十二便墜落事故ではパイロットが急激なスロットルレバー操作をして圧縮機のサージングを誘発し、これが エンジンに損傷を与えて、不時議の一因となった。サージングは、コンプレッサーアブレードが何らかの原因で、失速状態に陥り、揚力の急減、効力の急増により圧縮機の性能が著しく、損なわれる。原因はいくつかあるが、多くの場合、圧縮機の負荷の状態や設計に起因する。要因として、以下の例がある。ブレードのような部材に損傷を受ける。 民間機で損傷を受ける。最も多い事例は、バードストライクである。しばしば重大な損傷を与える。圧縮機部材の摩耗や汚染この場合、回転翼の侵食、ブリード弁やシールのサビに起因する。圧縮機部材のご組み立てこの場合、圧縮機の案内翼が正常に作動しないことに、因する。他にも、以下の原因が含まれる。ありがとうございます。